これは桜やったけど死にかぶっちゃったね。もうツタが全部ツタがかぶっちゃって全く日が当たらんなっちゃったよ。生えちゃってる。まあ葉っぱ出よるからゴミが相当あったね。あのね多分こう下に埋まっちゃったよ、うん、掘ったら多分無限に出てきそうだからもう掘らんで上辺だけ突っ込んだ方がいい感じ。おっぱいのゴミも出てあれでもだいぶ片付いたっちけどね。わかんだやがちょっと出せるお金払わないかちょっと見るだけ見てもらおうかなと。半毛してなんかいろいろ埋まっちゃってよ。あチラッチラッと見えたりするやろ。見えちょんのはね取らんとしょうがねえけど、これが使えそうやけどね。使えるけど使えるけどみたいな感じ。スレートあんま好きじゃねえっちゃけど。そこら辺樹木が低いわ。だから樹木高まで上げて建屋を。ほんならこう太平洋どうやってよ向こう側が。いやもう今切っちょるとこだけやから土地は。うん。だから裏側切られんて。ゴミやらはまた別やった。いやいや全部うち。冷蔵庫やら。もう全部。なんか残骸がある。ここ軽トラが一台この樹木の中にあって、軽トラか木が生えちゃうとノコギリで軽トラ切って。向こうはねえよ。ユアイターを6基ばらしてここにユアイターが立ち並んじゃってでっけキューティクルと冷蔵庫が3台あったかなそこに、うん、いいかも。それも分別して分別したらまあいいね。丸ごといったら何万か取る。コンプレッサーももう大破してかい大気解放しちゃったかよね。別値段が高いから高いっつっても今30じゃわ、うん、30ぐらい今軽トラで7杯ぐらい持ってたかな、うん、FRP の入れ物じゃね入れ物中かあのどうも植木鉢をコンクリートで作り寄ったことあって製品も向こうにあるわ。今参拝が軽トラ1杯とかじゃねえなっちゃるから全部今測り寄るやな。昔は安かったっちゃけどお水が来ちょるのがあそこまでやってる。そこの人うんうん掘りで、こう裏、そう、裏、うん、裏を行くのが行けるた行けるた埋めるってこと崖やってよ。埋めるのがまあ見えていいけどね、ああやって行けるとかやったらいけなかった。もう入らんと思うとそっちは10メーター分かってよ。ほんで崩れ寄るもんじゃから気をつけてね。もともとはこの辺まで道路があったふ最初はそれがどん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 崩れてこっちにせり出してきて。こんにちは。いやもうこっち側はわそうかなと思ってここに作ろうかと。ここに作って、まあ、こっち埋めて、うん、ここどうしようか向こうから向こうから向こうでしょ、うん、ちょっと、うん、本当は行っちょったってよ。行っちゃったけど ここで殺しよっこだったよの。これまたあれやっちゃろ死の管轄やろ多分。なんかね図面で見るとねもうおじさんの土地になっちゃってるね。僕はマーカーがあったけどこれか。もともと用水路があった風で図面はここ用水路やったよ。で道がこっちやったよ。おじさんはそこに作ったらいいがって言ったからでもこっち土やから谷のとこまで埋めてこっち通した方が多分楽やと思ってよ。30杯でいや30あるといや40は馬力がありすぎるやろ。うん50が入っちゃっとけんねこれね。多分ダメじゃろうねっつってそう調べるのにも銭がいるからしかもこっちアッパーがどこに上がっちゃうかわからんってよ。あすごいもうこんなに芽が出よ。ホタリコンでこっちに来た分を殺さねえ感じやね。殺さんでいい殺してある殺してある、うん、ほんでメーターと分岐やらはもうつけてもらうわ。市の指定業者じゃねえといかんことあるから先はまあ、うん、単純な次でこの辺からボロッと出しとけいっちゃねえかいと思ってボロッと出しとこ
当分はまだもう水が出りゃいい状況やから、ホース巻いてかい、そこ先っちょに L 字のバルブぐらいついちょきゃいいぐらいの、もう30のまんまでいいし、あとこう建屋を建てたり蛇口をちゃんとしようかちえば、そこからまたすりゃいいかなと思ってる。これだいぶはかどったでよ。俺まずこの土のところは入れんかったかいね人が人が入れるようになっただけでもだいぶ進歩がつけて道路も敷地あったよ。だけど田んぼの人どんが今まで通り寄ったから。違う、不法投棄、お地蔵さんやろ、これ破壊しあれってそこっすそこにあったから、これ呪いっぽくていいかな、ここに顔削られちゃっかい、ね、まあ一平地点こんだけやけどね、みんな作っちょるよ、名前も変えちょるじゃん、いや本当よ。引き取ってくれるところが県北は門川の参拝、しかも砕いて持ってこいじゃってよ。だから捨てるのに銭がものせいかかるから本芸なふうじゃん世界中脇にもいかんもんね、こういうもの。まあまあ みんな初って捨てよっちゃけど、あの角があり本州は君のものだやるわ亀の家がね、亀の家、あー亀の家ね、これ使えるチャレンジ、これ四角かな、いや、あんた水道の話しな、やぞあ、スズメバチ、サンブロックやな、使えるね、プラが、プラゴミがすごいわ、プラを食べてくれる虫がおればね、買うてくる、リモネンっていう有機溶剤知らん、シンナーのようなガソリンでもいっちゃけど、発泡スチロールがこう溶けていって、溶かしたら100分の1の質量になるって言った、ガソリンでも溶けるちゅったわ、そうやね、ちょっと古いけどね、でもいや、ちょっと一回はユンボを借りてくるか買うかしようと思って、米方だけうん、ちっちゃいホイールローダーを買おうかなと思って、もうこんぐらいのやつちっちゃいタイヤ処理量4区のたまに出るってよ、ヤフオクで宮崎結構畜産が多いから、あの肥料やらうんこやら運ぶのに使いよるとこが、あのボブキャットっていうちっちゃいやつ、一人乗りのもう 200か300くらいしか弱げんやつよ、プレハブが欲しいとこやね、月末には電気引くから、そこの電池立つから200も引こうかなとは思ってる、あの後々ね、あわよくばもう全ての設備が整えばこっちに住んでもいっちゃうけど、この中に瓦が20トンぐらい入っちゃうあっちは10トンぐらいね、瓦超高いてよね、廃棄税がついちゃっちゃう瓦、あもう掘って埋めた方がいいかも、木はいいとよ、これ竹よ、全狩りを5年やったらデラになるけどこの時期に出てきて栄養を蓄えるから、葉っぱをやっぱり全部、葉っぱがついちょるやつは全部落として、ずっとしよったら貯蔵エネルギーがねえなってかい、ようデラになってくるけど、話ではね実際のとこどうかしら、1日で1メーターばか出るもんね、いやいや食えんでこんげなこれはちょっと食えよ、ありがとうございます、ありがとう、はい。